も超えてる大学校長のつっちです。ということで今回は本物の男磨き20選ということで、この動画1本だけで今より10倍男前になる男磨きについてお話ししたいと思います。今日はとにかくモテたい、可愛い彼女、セブレが欲しいという日本中の全男子に送る神動画になっています。もう義務教育の教科書にこの動画をぜひ載せてほしいと依頼が来るんじゃないかというレベルの内容です。あなたはね、数ある YouTube の中から今日もこうやって僕の動画を見てくれてるわけですが、そんなあなたは恋愛に対する意識が相当高く、本気でモテたい、人生を変えたいとそう思ってますよね。モテたいという意欲がなく意識が低い人はそもそも僕の動画なんて見ないですからね。ですが9割の人は、はぁ、つっちー校長の話今日もすごく参考になったな、よし明日から頑張るぞと一瞬モチベーションは上がるんですが、動画を閉じてまた明日起きたら何事もなかったかのようにまた同じ女の子のいない生活を送ってる。そして今日もこの動画を見てモチベが上がり、なんかモテるようになった気がするけど目の前の現実は何も変わっていかない、そんな人がほとんどだと思います。ですが今日はモテるようになった気がするなんかでは返しません。確実にあなたに明日からモテてもらいます。今日は炎上覚悟ではっきり言わせてもらいますけど、 YouTube にある恋愛系の動画の9割がモテるようになる気がする、そんな動画ばっかりなんですよね。例えば女を依存させる恋愛心理学、食いつきが爆上がりする LINE、 デートで惚れさせるフレーズ集、お持ち帰りする方法みたいな、こうすれば女の子を惚れさせられるみたいな基礎をすっ飛ばした方法論を語ったものばかりなんですよね。まあ僕もそういう動画出してるんですけど、ただはっきり言ってそんな本当か嘘かもわからないノウハウ、方法論を駆使していざ恋愛をしても絶対にうまくいきません。これなぜなら僕がそうだったからです。僕もひもて時代はノウハウコレクターでそういう方法論ばかり試していた一人だったからわかるんですよ。ネットの情報を見てモテるには女を追わせなくちゃいけないのか、じゃあ冷たくして追わしてみようってやってみるんですけど、あれ全然追ってこないな、おかしいな、 YouTube で言ってたようにやってるんだけどなみたいなね、どっかネットから仕入れた恋愛ノウハウを試してるんだけど全く結果が出ない、こんな状況になってる人が僕以外にもたくさんいると思います。そう、恋愛で結果を出すためには YouTube で語られているモテるようになる気がする方法論よりももっとやるべき超大切なことがあるんです。それが今回話す男磨きです。あなたがこの男磨きをどこまでできるかで人生でどれだけ女の子に求められるかが決まります。どんだけ素晴らしい恋愛ノウハウ、女を惚れさせる方法を知っていてそれを実施したとしても、自分自身が男として魅力がなかったら誰一人として女の子を惚れさせることはできないんですよ。そう、男磨きをして自分本体が男として魅力的にならないと、どんなにすごい恋愛ノウハウも無駄な知識ゴミ同然なんですよね。みんなノウハウを盲信して、なんでうまくいかないんだろう、きっとやり方方法がダメなんだ、もっとすごい恋愛ノウハウがあるはずと言って、汚い見た目でずっとぐるぐる無駄な知識を蓄えて一生結果が出ないなんてことをやってるんです。この間僕の元に相談に来てくれた男性は、ツッチーさん、 YouTube やネットでたくさん恋愛ノウハウを学んでデートしてきましたが全くうまくいきません、レディーファーストもします、相席屋も結婚相談所も行きました、でも彼女ができないんです、どうしたらいいんですかと言っていて、その方のお腹を見たらボーンと出ていて明らかに肥満体型だったんですよね。そもそも肥満体型だったら彼女を作るのは難しいので、彼の場合だったら恋愛ノウハウなんかよりもマッチングアプリなんかよりも痩せるのが最優先なんですよ。そう、こんな感じで間違った方向に努力していることに何年も気づかなかったら一生恋愛で結果は出ないんです。男だったらね、一度きりの人生女の子にモテたいし可愛い彼女ももちろん欲しいはずです。でもこんなことをぐるぐるしていては間違いなく人生を棒に振ります。なので今日僕が話す本物の男磨きをやって、もう今日から無駄な恋愛ノウハウを詰め込むのはやめてください。僕は恋愛を学ぶ恋取り大学の校長で累計400人以上の生徒に恋愛を指導してきましたが、僕が言う本物の男磨きを素直にやった人で以前よりモテなかった人はマジで誰一人いません。30歳童貞からたった2ヶ月で童貞を卒業し、3ヶ月目では経験人数5人増、41歳恋愛未経験からたった1ヶ月で彼女を獲得、27歳童貞からたった2週間で童貞卒業と彼女を獲得。この他にも写真や年齢は出せませんが、たくさんの人が恋取り大学で成果を出しています。中には恋取り大学在学中に出会った子と結婚して子供も生まれ幸せな家庭を築いている人もいます。そう、本物の男磨きをするかしないかでマジで生涯女を抱ける数、抱ける女の質が桁違いに変わってきます。ネットに落ちてる恋愛ノウハウを頭に詰め込んで実践しても抱ける女の数質は変わりません。なぜなら自分自身本体が変わってないから。あなたが本気で今の人生を変えたいならやり方を変えるんじゃなくて自分自体を変えなくちゃいけないのに、それをほとんどの男が分かってない。なのであなたは今日僕が話す本物の男磨きを実践して自分を変え人生を変えてください。今回話す本物の男磨き20選は僕が実際に1000万以上かけてやってきた、文字通り本物の男磨きなのでモテに直結しない男磨きは一切話しません。すごく現実的で具体的なことをお話しますので、本当に人生を変えたいという人以外は見ないでください。本物の男磨きを知り、ライバルの男たちより一歩も二歩も差をつけたい、一生女に求められ続けるような魅力的な男になりたい、そう思っているなら今回もかなり貴重なお話をすることになります。今日は本物の男磨き内面編と外見編に分けて解説します。動画の前半は内面編の男磨き10選、後半は外見編の男磨き10選をお話します。全ての男にとってめちゃくちゃ大事な話なので、ぜひ最後まで見ていってください。ということで本物の男磨き内面編1つ目、環境作りです。
え？環境づくり？それは男磨きなんですか？そんなのいいから男磨きの仕方教えてくださいよと思いましたよね。ただ男磨きをするにあたってはこの環境づくりが全ての鍵を握ります。なぜなら人間というのは環境に人生を全て左右されると言っても過言ではないからです。例えばあなたがもしプロ野球選手になりたいという目標を今立てたら、まず何をしますか？いきなりバットを買ってきて外で素振りをし始めますか？ネットで野球選手になる方法と調べてそれを実践しますか？そんなことしないと思います。もし野球選手をゼロから目指すんだったら、まず所属できる野球チームを探しますよね。野球選手になりたいのに、僕は野球チームに入らず外野で素振りだけで野球選手になりますなんて人いません。まずは野球ができる環境、野球チームや野球教室をまず探してそこに入ると思います。これなぜなら野球の上達する方法もルールも何から何までわからないから、野球の先生や野球をすでにやってる人たちと一緒にやった方が確実に早く上達し成長すると考えるからです。それと一緒で男磨きをして恋愛で結果を出したいんだったら、まずは自分が最速で成長できる環境を用意すべきなんです。あなたがね、まあ今よりちょっとマシになるくらいでいいやと考えるんだったら、我流で男磨きをして他人から見てもどこが変化したのかわからないレベルの男磨きをすることは可能でしょう。ただ今の日も手の人生からもう劇的に全てを変える、今までの人生を全てひっくり返すくらいの男磨きをするんだったら、この環境作りは間違いなく必須です。野球でもね、ちょっとキャッチボールが上手くなるくらいだったら一人の練習でもできますけど、プロ野球選手になるレベルまで成長するには当たり前に甲子園常連校とかのレベルが高い環境に身を置くしかないわけですよ。それは恋愛でも一緒です。環境が全てです。なるほどね。確かに環境を作るのが大事なのは分かったけど、でも野球教室みたいに恋愛教室とか男磨き教室があるわけじゃないから、どうやってそういう環境を作ればいいのか分からないよって思いますよね。確かにこの日本に恋愛教室や男磨き教室が多く存在してるわけではないので、何からやっていいのか分からないっていうのが普通です。もし自分を変えたいんだったら、とにかく今とは全く違う環境に飛び込んでみてください。男磨きで変えられる環境で言えば、いつも行ってる1500円の床屋からカット価格5000円以上の有名な美容室に変える、家で運動してたのを月1万のジムに契約してみる、もしくは思い切ってパーソナルトレーニングを受けてみる、田舎から東京に引っ越してみる、いつもは行かないおしゃれな洋服屋さんに入ってみる、恋トレ大学などの恋愛を学ぶコミュニティに入ってみる、美容クリニックに行って何か治療してみる、普段行かないクラブやバーに行ってみる、などなど、これらのような今とは違う環境に飛び込んでみてください。人間というのは本能的に新しい環境に飛び込み変化することを嫌う生き物なので、自分をもう意識的にそういうレベルが高い環境に突き飛ばさなくてはいけません。そうでもして環境を変えないと、人間というのは基本的に意志が弱いので、もうすぐいつも通りの自分の人生に戻ってしまうんですよ。そう、なのであなたが自分を変えたいと強く願うなら、まずは環境を変えて自己破壊をしなくてはいけないんです。高いおしゃれな美容室に行ったら、まあイケてる美容師やお客さんが多いですから、陰キャな自分なんかが行って場違いなんじゃないかと入るだけで緊張しますよね。そういうところに行って恥ずかしい思いもするかもしれません。でもそれでいいんです。そういう美容室に行ったら、なんとかそこの空間に馴染めるように服装とか髪型を気をつけるようになりますよね。それが成長に、男磨きにつながるんです。またジムに契約して、ジムに行ったらマッチョがいっぱいいて、ガリガリな自分がそこで筋トレしていたら最初は場違いですよね。でもそういう周りがマッチョばかりの環境に飛び込むから、自分もマッチョじゃなきゃよかんだということで実際に筋トレを頑張るようになり、マッチョになっていくんですよ。逆に自分の周りが仕事や会社の上司の愚痴ばかり言ってるデブで不潔なモテないやつばかりだったら、自分もそういう愚痴ばかり言ってる汚いおじさんになってきます。人っていうのは本当に環境の生き物で、ひもてのやつと普段から一緒にいたらひもてになるんです。つまり周りの環境、どんな人を周りに置くかで自分の現実が変わってしまうわけで、しかもね、あなたが自分を変えようと行動し始めたもんなら、大体今の自分の周りの人たちはやめときな、失敗するよと言ってあなたの足を引っ張ってきます。これは当たり前のことで、今のあなたの周りにいる人たちっていうのは、今のモテないままのあなたのことが好きで周りにいるわけですから、自分を変えるため男磨きをしようと整形とか美容とかするもんなら、どうしたやめとけよと言ってバカにされるし止められます。そうだからね、男を磨いて人生を本気で変えたいんだったら、普段つるむ人から住む場所、行く美容室、行くジム、全てを変えなくてはいけないんです。これからモテていきたいのに、パチンコや風俗、大衆居酒屋、1000円カットなんて意識が低い気持ちがいくようなところに行ってたら、当たり前にモテるようにはならないんです。そんなね、今の生活の延長線上でかっこよくなってモテるようになるなんて、そんな甘くないですよ。もう変わるってことは基本的に辛いことですから。なのでまずは環境、最初は小さなことでいいです。行く美容室を変える、ジムに行ってみる、美容クリニックに行ってみる、モテそうなやつと飲みに行ってみる、知り合いにモテそうなやつがいなければ、イケてるやつが多いクラブに行ってみるのもありでしょう。そういう小さなこと、環境を変えることで男っていうのは徐々に変わってきますから、これを覚えておいてください。本物の男磨き2つ目、金を稼ぐ。はぁ、結局金かよと思いましたか。はい、金です。もうここからはね、逃げられません。厳しい現実を突きつけるとですね、お金がない男はモテません。ただこれ勘違いしてほしくないのが、金持ちはモテるから金持ちになれって言ってるわけではありません。自分に投資するために金を稼げということです。なんでお金がない男がモテないかというと、女の子はお金がある男が好きだからとか、女の子に美味しいご飯をおごってあげられないからとかではなくて、お金がないと男磨き、自己投資ができないからモテないんですね。ちなみに女の子にモテる上で、資産や口座にある貯金額の数字は全く
関係ありません。貯金額がゼロでも、逆に借金1000万円あったとしても、モテる男はモテます。逆に資産が1億10億あろうが、自分にお金を投資しない男はモテないです。男がモテるかモテないかっていうのは、自分に投資した額、人生でどれだけリスクを取って男磨きしてきたかと比例します。そう、10億持ってようが100億持ってようが、自分に投資せずただのデブで汚い男だったらモテないです。いやいや、お金持ちは女の子にモテるでしょ。お金持ち経営者が美女と付き合ってるのを聞いたことありますよと思うかもしれませんが、それはお金で女を釣って、お金持ちのお金がモテてるだけで、そんなのは風俗で女を買ってるのと一緒です。一緒にいて愛がないのが分かりますし、お金がなくなったらすぐ離れていく存在なので、心は虚しいですよ。そう、本物のモテる男っていうのは、ガンガンお金を稼いでガンガン自分に投資します。お金をガンガン稼いで100万200万円と筋トレや美容に自己投資できる男と、お金を稼げず全然自分に投資できない男、またはお金を無駄なものに浪費して全く自己投資はしない男では、生涯抱ける女の数、女の質にめちゃくちゃ差が出ます。後者は一生女にありつけません。なので自己投資するためのお金っていうのはあればあるほどいいです。あのイケメン経営者青白王子だって、月に何百万と美容に投資していると言っています。はっきり言って、劇的に人生を変える自己投資をしたいんだったら、最低でも100万円以上は必要です。そんなこと言っても、どうやってそんな大金を稼げばいいのかわからないよと思いますよね。そんな難しいことではないです。全然簡単です。もう最初はお金を稼ぐのに手段、仕事は選ばないでください。例えば僕だったら、モテるためにパーソナルトレーニング、ナンパ講習、美容整形をしたくて、お金がねたくさん必要だと思ったので、もう手段をとにかく選ばず、時給が高いバイトをしてきました。昼間は Uber Eats をしながら、夜はキャバクラの黒服をして月40万ほど稼ぎ、生活費を月10万円に抑えて、そうすると1ヶ月30万円くらい貯金できるので、それを3、4ヶ月やって約100万円を貯めました。ね、簡単でしょ。夜の黒服とかは時給1500円以上もらえるし、 Uber Eats も本気でやったら1日1万円から1万5000円は稼げます。その他にも現場作業とか引っ越しとかの時給が高い肉体労働もやりました。もうね、きついとか楽とか社会的にどうかとかで仕事を選ばず、とにかく時給が高いバイトを選んでほぼフルで入れたら、月30万円から50万円なんて簡単に稼げるし、月の固定費も減らせば100万円なんて実は数ヶ月で貯まるから。みんなね、やらないだけ、もうこれだけ知っててもやらない。よくお金がなくてとかっていう人いるんですけど、そういう人の問題はお金がないことではないんですよね。結局人生を変えてやるんだという覚悟が足りない。自己投資するお金すら本気でかき集められないんだったら、正直人生を変えるなんて諦めた方がいいですよ。今までとは全く違う人生を歩むんだから、それぐらいの覚悟が必要でしょ。本当に頭を使わないといけないとか、生まれつきの才能がないとお金を稼げない、貯められないとかだったら、それは仕方ないですけど、別に自己投資に必要なお金を貯めるくらいだったら、才能も何もいりませんからね。健康な体と気合さえあれば稼げます。だからね、これからあなたが男磨きをして人生を変えていくんだったら、お金がないからという言い訳はしないでください。もう最悪ね、借金しても OK ですよ。借金してそれを飲み代とか遊びのお金に使っていたらそれはバカですが、自己投資するための借金だったら全然悪いことじゃないですからね。貯金が十分に貯まってから自己投資をしようと、貯金が貯まるまで何年も待っていたら、あっという間におじさんになってしまいますし、その貯めるまでの若い時間がもったいないですから。借金をすれば働く時間を大幅に短縮できるので、借金できるんだったら積極的にすべきです。自己投資するくらいの借金だったら、後から数年で返せます。僕もバイトしながらもこの時間もったいないなと思っていたので、消費者金融にも借金したし、女の子にも頭を下げてね、借金したこともあります。まあ正直ね、ここまでやるとは言わないですけど、でも僕はそれくらい本気だったんですね。このままずっとひも手のまま時が過ぎていくんだったら、死んだ方がマシ、それぐらいに思ってました。ひも手のまま大金を稼いだとしても、絶対風俗とかキャバクラとかパパ活とか酒とかブランド物とかに無駄金を使うんだから、それだったら男磨き、自己投資をして自分の力で女を落とすスキルを積んでいた方が何百倍も幸せでしょうよ。そしてもちろんね、さっきは金持ちは金が持ててるだけだと言いましたが、お金を稼げるのも女の子からしたら魅力の一つというのも事実です。お金があればそれだけ自分の産んだ子供にいい教育を与えることができますから、女の子がお金を稼げる男を魅力的に思うのも当然です。しかもお金を多く稼ぐっていうのは、人よりも多く考え、多く努力し、多くの人に価値サービスを提供しないと稼げないですから、当然人間の心理、相手の気持ちが分かってないと稼げません。なので稼ぐことで当然人として成長します。そう、金を稼げるっていうのも立派な男としての魅力の一つです。金がない男より金がある男の方がモテるっていうのも紛れもない事実。お金っていうと思わず目を背けたくなりますが、逃げずにしっかり向き合うべきです。男ならガンガン稼ぎましょう。そしてガンガン自分に投資していきましょう。男磨きをする上で目指す理想の男は、お金持ちでイケメンでマッチョでおしゃれで面白いクレイジーな男です。これがモテの頂点です。デートの会話がどうとか、恋愛心理学がどうとか、小手先のことばかり言ってるんじゃなくて、つべこべ言わずこれを目指してください。理想の男を目指すには、お金を稼がなくてはいけません。そのために少しでも給料がいい会社に転職する、完全歩合制の会社で仕事をする、または起業する、投資をする、もう何でもいいです。行動を起こしてお金は稼ぐようにしましょう。男は金を稼げなんてね、少々耳が痛いことを話しましたが、これは現実なので僕は言います。お金を稼ぐのも男磨きです。
本物の男磨き。三つ目、都会、都心への引っ越し。あなたがもし本気で恋活をして男磨きをしたいなら、東京、大阪、福岡などの都会に引っ越すべきです。そしてできるのであれば東京に来るべきです。また関東の人でもできるだけ都心に住みましょう。いやいや、そんな都会に引っ越したところで別にモテないでしょと思う人がほとんどだと思いますが、恋活をするんだったら都会に住んでるか田舎に住んでるかでマジで男としての成長の幅が変わってきます。これね、なんでかっていうと、都会だと女の子がクソほどいて出会いの数がほぼ無限、チャレンジしまくれて刺激もたくさんあるからです。例えばね、もしあなたが鳥取の田舎に住んでいて、そこで恋活をしようとマッチングアプリを始めても、そもそも全然女の子がアプリにいないので、全く場数が踏めず経験が積めないので、全く男として成長しないんですよね。女の子がいたとしても限られた数百人くらいしかいないので、その中でマッチするのは難しいですし、かなり効率が悪いです。しかも恋活を始めた恋愛初心者の頃は、一つ成功するまでにどんな男でも絶対に振られたり失敗したりするので、成功体験をある程度積むまではまずは出会いを増やして、とにかく数を打たないといけないんですよね。最初からうまくいくほど恋愛は甘くないですから、最初は新規の女の子と出会いまくって失敗しまくる必要があるんです。恋愛初心者の頃は10人の女の子に出会って1人成功すればいい方ですから、もう田舎だとそれができません。これは努力不足とかではなくて、もう物理的に女の子がいないから、たとえあなたの見た目がヤマピーだったとしても田舎にいたらモテないんです。なので田舎に住んでる人は都会に引っ越しましょう。おいおい、引っ越しってそんな軽々しく言うなよと思うかもしれませんが、あなたが本気でかっこよくなって人生を変えたいなら絶対に引っ越すべきです。田舎でね、恋活をするっていうのは、ポケモンで言うなら最初の街のマサルタウンで伝説のポケモンミュウツーいないかなと探してるようなもんです。無理ですよね普通に。まあわかりました、東京とは言いません。一番近くの人が多くいる都市に引っ越してください。男っていうのは人生においてチャレンジした数、女に振られた数が多い男ほど魅力的です。これなぜなら、失敗し振られまくることで悔しいと、変わってやる、見返してやると、そう思って男は努力するわけじゃないですか。失敗したり振られたりせず田舎でぬくぬく生活をしていたら、努力してやろう、男磨きしてやろうっていう気にもならないんですよね。僕だって何百回も振られて悔しい思いをしまくったからこそ努力してモテるようになったし、その時の失敗談、努力したことを共有することでこうして恋愛講師になれてるわけです。そう、東京で恋活をすれば何百回もチャレンジして振られることができるので、超男が磨けるんです。そうやって振られまくって男を磨いてるうちにポツポツ成功するようになり、いつの間にか女の子になれてめちゃめちゃモテるようになってるわけです。田舎で学生時代に数人にしか振られたことがない男とね、都会で100人以上の女に振られた男では魅力も経験もまるで違うんですよね。また都会はおしゃれな人も多いし可愛い子も多いですから、外を歩くだけでもめちゃくちゃ刺激になりますし、モチベが上がります。これ差別じゃないんですけど、田舎の人はおしゃれな人が少ないので、センスが磨かれず服装も髪型もダサくなってしまいます。なので今より男を磨いてモテるようになりたければ、もう修行だと思って都会に引っ越してください。国内で引っ越すくらいだったらそんなハードルが高いことではありません。今住んでる街が好きなら東京で成長して恋人を見つけてから一緒に戻ればいいんです。人生一回ですから、田舎でぬくぬく守りの人生を歩むんではなくて、都会に出てきてアグレッシブに行きましょう。本物の男磨き、四つ目はナンパです。もしあなたがもう一段階可愛い子とセックスしたい、付き合いたいなら、ナンパをしてください。ナンパは可愛い子と出会えるだけでなくて、正直かなり男を磨きます。ナンパに挑戦すると、度胸、コミュ力、周りを気にしないマインド、女の子からキモいと思われない容姿、いつでもどこでも女の子と出会えるというスキル、これらが手に入ります。まず、ナンパができるようになると、すごく度胸がつきます。周りに大勢人がいる中で、いきなり知らない女の子に声をかけ続けるわけですから、当たり前にめちゃくちゃメンタルが強くなります。実際にナンパをしてみると分かるんですけど、最初は超周りの目が気になるし、女の子に声をかけても最初はほぼ全て仕方されます。そして時には女の子にひどい言葉を言われることもあるでしょう。それらのマインドブロック、メンタル的にきついことを全て乗り越えて初めてナンパを習得できるので、男として相当強くなります。また路上ナンパで女の子の LINE をゲットするには、女の子から損切りされない最低限の容姿が必要です。当たり前に女の子も道でいきなり声をかけられたキモい男と LINE 交換なんてしないので、路上ナンパで女の子から LINE をゲットできるというのは、それなりの容姿が自分にあるということなんです。そう、ナンパを習得しようと決めたら、まず容姿が良くならないと番号をゲットできないので、自然に見た目を良くしようという意識になり、かっこよくなります。僕もナンパを始めてすぐに、あ、これ見た目を良くした方が圧倒的に効率がいいなということに早々に気づいたので、もう速攻で美容外科を予約して二重整形しましたし、服装とか髪型も一気に変えました。じゃなきゃ番号をゲットできないから。そう、ナンパを習得する過程でどんどん見た目が良くなっていったんです。なのであなたがもう 1,2 段階も魅力的な男になりたいんだったら、ナンパ習得は必須です。ナンパで強靭なメンタルとイケてる見た目を手に入れたらマジで最強です。女の子も度胸がある男が好きですからね。しかもナンパで出会える女性というのは容姿のレベルが高いですし、すれてない子が多いので出会いの質も高いです。僕はナンパもマッチングアプリもどちらもめちゃくちゃやりましたが、ナンパで出会う女の子には叶いません。またナンパができればお金を払ってマッチコンなどの出会いの場に行く必要はありませんし、マッチングアプリももちろん必要はありませんから、お金も浮きます。ナンパはめっちゃきつい代わりにたくさんのメリットが得られるハイリスクハイリターンのものなので、全員にはおすすめできませんが、一回きりの人生、可愛い子と付き合ったりセックスしたりしたいんだという人はナンパを習得しましょう。
本物の男磨き5つ目、ポルノ立ち。ポルノ立ちも絶対にやるべきです。あなたはオナニーはしますか？まあ当たり前にしますよね。ちなみにそのオナニー、週どのくらいしますか？週3ですか？週4ですか？それとも毎日ですか？しかもそのオナニー、めちゃめちゃ可愛い三上岩とか、アスカキララとかの AV 女優の動画を見ながらしてませんか？これを日常的にやっちゃってる男性、相当まずいです。AV かけるオナニーっていうのはあなたの脳を破壊して一生女の子にモテない体にしてしまいます。え？どういうこと？毎日オナニーしてるけど、全く問題ないよ？と思ったと思うんですけど、ちなみにこのポルノ立ちはよくあるオナキンしろみたいな、そんな単純な話ではありません。この AV を見ながらオナニーをするというのを繰り返していると、確実にあなたの脳内をポルノ中毒にして、女の子からモテなくなるだけでなく、それ以上にあなたの体に健康被害が出てきます。僕は昔は中高6年間男子校出身のヒモティコミショのブスでしたので、これを見ているあなたより AV を見てオナニーばかりしてましたし、完全にポルノ中毒でした。男しかいない環境だから、そりゃもう AV を見てオナニーするしかないわけですよ。それが原因で僕は本当に長いことヒモティ人生を過ごしました。そう、ポルノ、エロ動画やエロコンテンツの見過ぎは不安増加、集中力の低下、うつ症状、生身の女性への興味関心の低下の原因につながります。これなんでかっていうと、 AV を見るとドーパミンが過剰に分泌されるんですね。ドーパミンっていうのは快楽や中毒に関わる脳内物質で、この脳内物質が不安や集中力の低下、うつ症状につながります。まあこれは普通にヤバいですよ。そして一番ヤバいのが生身の女性への興味関心の低下。ちょっとムラムラしてきてしころうと思ったら、あなたはどうしますか？まずスマホを取り出しておかずを探しますよね。そしたらちょっとピコピコってスマホをいじれば、簡単に超可愛い三上イヤちゃんやアスカキララの AV に繋がることができて、美女の超変態プレイを見ながらね、めちゃくちゃ気持ちよくオナニーできるわけですよ。この行動が超まずいんです。もう何がまずいって、 AV を見てオナニーしたらもう大満足できちゃうんで、頑張って男磨きして恋愛してセックスしようとしなくなっちゃうんですよね。街でも見れないほどの美女のめちゃくちゃエロいセックスを無料でしかも無限に見れるわけですから、そりゃヒモテ男が頑張って恋愛しようとしても、ブスの女の子にすら認められず振られて傷ついたりもするんですから、そんなんだったら家で可愛い女の子の AV を見ながら涼しい部屋でシコシコオナニーしてた方がマシですよね。そうだから、恋愛をしたいんだったら AV は見るなって話です。もう AV を見てしまうと脳が毒に侵されて、どん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 現実世界から離れていき、人生全体の活力がなくなってしまいます。男の原動力って何か知ってますか？これ性欲なんですよね。男は全てモテるために行動してると言っても過言ではないんです。例えば普段着る服をどれがかっこいいかと悩んで買うのも、ブランド物を買うのも、美容室でできるだけ似合う髪型にするのも、一生懸命筋トレするのも、なんなら仕事を頑張ってお金を稼ぐのも、これ全部モテるためです。これを見てるあなたもモテたいから僕の動画を見てくれてるわけで、このように男はモテたいと性欲があるから日々の仕事を頑張ったり自分を磨く努力をするわけです。それが AV を見ながらオナニーをして性欲を満たしてしまうとどうなってしまうでしょうか？そう、現実の生身の女の子にモテようとしなくなって頑張らなくなっちゃうんですよね。あとはめちゃくちゃ理想、プライドが高くなります。いざ恋愛をしようとして素人の女の子とデートに行っても、 AV の影響で理想が高くなりすぎていて、自分は大してかっこよくもなくて経験もないのに、ブスは無理です、あ、可愛い子がいいですみたいなことを言ってしまうわけです。しっかりと現実だけを見ていれば、自分と身分相応の相手であれば満足するはずなのに、 AV で美女ばかりを見てオナニーをして、普段から美女と疑似セックスしてるようなもんなんで、生身の普通の女の子では満足できなくなってしまうんです。あとは大変なのが ED になりますね。いざ素人の生身の女の子とセックスをしようってなっても、チンチンが立たなくなり、射精もできなくなります。これにはちゃんと科学的根拠がありまして、ポルノ誘発性勃起障害と呼ばれるこの性機能障害は、ポルノの見過ぎが原因で性行為中に勃起できなくなる、あるいはそれを維持できなくなる状態のことです。 AV の中の美女やハードなプレイに脳が慣れてしまってるから、現実世界のセックスでは立たなくなってしまうんですよね。ちなみにセックスしようとして立たないって、相手の女の子からしたら相当なマイナスポイントですからね。え？私の体に興奮してないの？好きじゃないのかな？もうだったらいいやとなります。とにかく AV を見るのは人生全体においてマジで悪影響なので、やめましょう。ポルノ立ちのメリットとしては、コミュニケーション障害の改善、生活全体における活力の向上、集中力の向上、生き生きとした表情、鬱の軽減、自制心が高まる、女性と付き合いたい、恋愛したいという欲求がアップ、男性機能の向上といった数多くのメリットがあります。まあ先ほど話したデメリットがあれほどあったので、それはポルノをやめればメリットも多いです。何よりポルノを立つことによって現実の女の子に興味を示すようになり、男として頑張るようになります。僕もこの情報を知ってから AV を見ないようにしたんですけど、もう全然生活の張りが違いますね。よりアグレッシブに人生を生きるようになりました。 AV ポルノを完全に見なくするわけですから、性欲を満たすにはもう生身の女の子を捕まえて口説き落としてセックスして性欲を満たすしかないわけですよ。そしたら自然にナンパしようとか、マッチングアプリやってみようとか、おしゃれしようとか、筋トレしようとかっていう思考になって、生身の女の子を抱くために頑張りますよね。
まあ、それがね重要なんです。日常に活力が出てきます。ポルノは本当に立った方がいい。オナ禁しろとまでは言ってないんですよ。オナニーをいきなりやめるのはきついですからね。ただ AV を見ながらのオナニー、これはやめましょう。これは薬物中毒やギャンブル依存症と何ら変わらないです。ではそのポルノ、どうやって立てばいいのか、対策をお話しします。結論から言いますと、適度な運動、オナニーは想像か写真でする、ポルノを見たくても見れない環境を作る、これらです。解説します。まず適度な運動について、日常的に運動して体に適度なストレスを与えることで AV を見たいという願望を遠ざけることができます。また適度な運動は血行を良くして成長ホルモンを分泌させるため、生身の女性への性欲もアップさせます。二つ目、オナニーは想像か写真でする。先ほども言った通り、今回はオナニーをするな、オナキしろという話ではありません。 AV を見ながらオナニーをするなという話です。で、オナニーをする時のおかずは AV ではなく想像もしくは写真でしましょう。 AV よりはるかに刺激が少なく、 AV を見てきた今までとは使ってなかった想像力を使うので、徐々にポルノ中毒から抜け出せます。三つ目、ポルノを見たくても見れない環境を作る。これもね、大事。皆さんの中にはついついお菓子を食べ過ぎてしまう人はいませんか？これなんで人はお菓子を食べ過ぎてしまうのか？それはお菓子が目の前にあるからです。家にお菓子がたくさんあったり、コンビニでお菓子が陳列されてるのを見ると食べたくなります。逆にこの世にお菓子自体がなければ食べたくならないわけです。それと一緒で、エロが近くになければ見たいとも思わなくなります。で、具体的な方法としては、寝室にスマホ、PC を持ち込まないとか、ティッシュ、ゴミ箱を部屋に置かないとか、 iPhone についてるグレースケールという機能を使うとかです。グレースケールっていうのを使うと、スマホの画面に映る全てのものが白黒になるので、もうスマホ自体をあんまり見なくなります。白黒の AV とか見る気なくなるじゃないですか。僕もねこれ活用してるんですが、スマホ自体を見る機会が減り、かなり生産性が上がりました。スマホも人間を依存させるように作ってあるので、使いすぎは危険です。ここまで話してきて、 AV とオナニーの恐ろしさはかなり分かったと思います。もう今後ね、 AV を見ながらオナニーするのは本当にやめましょう。本物の男磨き6つ目、いろんな女とデートをする。あなたが男としてレベルを上げたいなら、いろんな女とデートするのは必須です。引っ越しのショーでもねちょっと話したんですけど、ゼロから女の子にモテるようになるには、最初はとにかく女の子と会いまくって、数を打ちに打ちまくらないといけないんですよね。なぜなら恋活を始めた当初っていうのは当たり前にうまくいきませんから、数人の女の子に絞って恋愛をするんではなく、まずは100人でも200人でもデートをして数を打って女の子になれなくてはいけません。数を打ってると10回に1回くらい成功するので、その成功体験によって少しずつ自信がつき、こうすれば女の子を落とせるのかと、徐々に恋愛スキルがついてくるんですよね。例えば小さい頃、補助なしチャリに挑戦するときってすぐこけるし、乗るの怖いじゃないですか。怖いけどそれでも乗りまくって、こけまくってたら、だんだん安定して乗れるようになって、いずれ普通に乗れるようになりますよね。そう、こけてこけてこけまくるから、いずれ乗れるようになるわけで、あ、僕はチャリでこけるのが怖いから乗りたくないですなんて言ってたら、一生自転車に乗れないんですよ。恋愛もそれと一緒で、振られるのにビビってたら一生女にモテるようにはならないんです。そう、なのでデートで振られ失敗しまくり、一体俺のどこがダメなんだろうな、髪かな、いい美容室で切ってみるかと、男磨きをしようとすることで、だんだん女の子にも慣れてきて結果が出るんです。最初は女の子とデートとか緊張すると思うんですけど、もうだんだんやりまくってると緊張しなくなりますし、余裕が出てきます。大人になってね、いちいちチャリ乗るときに緊張したり怖くなったりしないでしょ。それと一緒です。あー、またデートね、ダリーナーくらいになってくるんです。この慣れてる感、ダリーナ感が女の子からすると余裕に見えてモテにつながるんです。そしてこの慣れてる感は、本当に1000人くらいとデートしないと手に入れられません。女性経験がないのに無理して余裕なふりをしても女の子にはバレます。なぜなら今の女の子っていうのは、デートをしようと思ったらいくらでもアプリで無料でできますから、もう何百人もの男を見てきて、もう目が超えてるわけですよ。相手の見た目や所作を見れば、1分かからず簡単にこの目の前の男がモテるのかモテないのかが分かります。今世にいる女の子っていうのは、もう何人もの男のダサいとこを見てきてるんで、あなたが恋愛経験、デートの経験がないままデートに行こうもんなら、あ、この人女性経験ないんだな、キモいな、やめとこと、経験がないのがすぐバレます。なので女性経験がない最初のうちは、ブスでもおばさんでも相手はどんな女の子でもいいです。とにかくデートをして成功体験を積んでください。最初はより好みしてる場合ではないです。本物の男磨き7つ目、趣味を楽しむ。趣味をやったからってモテるようにならないでしょと思いますよね。確かに趣味を頑張ったところでモテるようにはなりませんが、かといって趣味がない男はモテないんです。これなんでかっていうと、趣味がない男はつまらないし、恋愛を最優先にしてしまい、女の子に対して重くなってしまうからです。そう、恋愛以外に熱中する趣味がない男は、男として深みがなくつまらないんですよね。例えば好きな女の子ができたとして、デートしてね、無事その子と付き合ったと。で、最初の頃はお互い好きで熱があっていいんですけど、何も趣味がなく彼女と会うのだけが人生の楽しみみたいになってしまうと、その女の子に
に対してのめり込んでしまって重くなってしまうんですよね。で、恋愛っていうのはどっちかがメンヘラになって重くなってしまうと必ず関係が破綻します。特に男のメンヘラっていうのは最悪ですぐ振られます。女の子は基本的に M で、相手の女の子に尽くしたい生き物、自分より価値が高い男を追いたいと本能的に思う生き物なので、こっちがねのめり込むんではなくて女を自分に追わせないといけないんですよね。男が女を追ってしまうのは絶対にダメです。振られるから。そうだから、彼女と遊ぶ以外の趣味がなく常に彼女が最優先みたいなスタンスの男は女の子からすると全く魅力的に思わないんですよ。女の子を最優先にしてるとやがて、この人は確実に私のこと好きだし、なんか刺激もないしつまんないな、あ、そういえば新しい職場の先輩かっこいいな、なんてことを思われてやがて振られます。なので男は余裕を持つためにも恋愛以外の趣味を持ち、それを楽しむべきなんです。しかもそういった趣味を楽しんだ経験、人生で何か頑張った経験がない男っていうのは薄っぺらくて一緒にいてもつまんないもんです。人生で特に何もしてこなかったニートの話と趣味の旅行で100カ国以上回った男の話、どちらが聞きたいですか？完全に後者ですよね。別に旅行をしろって言ってるわけではなくて、恋愛以外の自分が好きなことしたいことを思いっきりして経験を積むのも男としての魅力につながるということです。旅行でも筋トレでもフットサルでもゴルフでも何でもいいです。好きなことにハマりましょう。そしていろんな新しいことにチャレンジして人生経験を積みましょう。それがあなたの魅力になります。かといってアイドルとか二次元のアニメの女にハマったりキャバ嬢や風俗にハマるのはキモいのでやめてください。全く大した経験になりません。今までしてこなかったアクティブな新たな体験、新たな挑戦を生活にどんどん取り入れていってください。本物の男磨き8つ目、ビジュアライゼーション。ビジュアライゼーション？何それと思いましたよね。ビジュアライゼーションっていうのはなりたい自分を想像する、イメージするという意味です。あなたがこれから男磨きをしてモテていきたいなら、モテてる自分をイメージすること、理想の姿を具体的に想像することが必要です。男磨きをする上でこれがめちゃくちゃ大事。ビジュアライゼーション想像？なんか宗教みたいで、ついに校長怪しいことを言い始めたなと思うかもしれませんが、これができなければ理想のモテる人生というのは手に入りません。例えば誰しも小さい頃は野球選手やサッカー選手になりたいなと思って自分が理想とする選手になりきり真似をしたりしますよね。サッカー選手になってスタジアムで活躍してるなりたい自分を想像して日々練習に取り組み、どうやったら憧れのサッカー選手になれるか、サッカー選手になるまでの道筋を考えますよね。中学高校はこのチームに入って3年生で全国大会に出て、そこでオファーが来たら晴れてサッカー選手になれるぞみたいな、だからまずはこのチームに入ってレギュラーになって活躍しようみたいな感じで具体的な行動に移していきます。まあ全てイメージ通りにいくほど人生は甘くありませんが、大体それに近いルートを通って目標を達成していくんです。そう、どんな目標であれまずはイメージするところから始まるわけです。なのであなたがもし可愛い彼女を作りたいとか、男前になってセフレが何人も欲しいとかって思うんだったら、まずなりたい理想の自分を想像してビジュアライゼーションするところから始めなくてはいけません。具体的にビジュアライゼーションすることで自分の理想というのは叶うんです。野球のイチロー選手も小学校の卒業文集で日本でプロ野球選手になり、そこで大リーグで活躍するというのをもう小学校の時点でビジュアライゼーションして実際にその通りになってるわけです。そう、物事っていうのはまず想像しないと実現できないんですよね。逆に自分が想像できることというのは必ず実現できるんですよ。これらのビジュアライゼーションは科学的根拠もしっかりありまして、人間の脳っていうのは超優秀なスーパーコンピューターと言われていて、脳は毎秒1000万ビットの情報処理する能力を持っていると言われています。まあ1000万ビットと言われてもなんだかよくわからないと思うんですけど、とにかく脳がとてつもない情報処理能力を持っているということです。そう、目標を決めて想像した瞬間にそれについての情報を勝手に集め始めてくれるんですよ。脳が高精度のアンテナを張って必要な情報を収集し始めるんです。そんなの本当かよって思いますよね。例えばあなたが電車に乗ってる時、目を閉じて心の中で女の人はどこという質問をしてから目をパッと開けると、一瞬で女の人が目に入ってきます。また同じように赤色のものを探してくださいと脳に指令を出したら、普段は全く意識していない赤色のものでも質問を意識した瞬間に優先的に街にある赤いものが自動的に目に入ってきます。そう、目標物を意識した瞬間に人間の脳というのはその情報を勝手に集めてくるんですよね。潜在意識が目標を自動的に意識して、どうやったらその目標が達成できるかを探し続けてくれます。今あなたが僕の動画を見ているのも脳の潜在意識によるものです。もう無意識にモテたい、彼女が欲しいという指令をあなたが自分の脳に出してるんで、勝手に情報を集めるようになり、もう膨大な YouTube の動画の中からこの僕の動画を見つけて情報を抜き出し、なんとか今よりモテようとしてるわけです。目標をビジュアライズすることで脳にアンテナが張られて必要な情報を勝手に拾ってくれるようになり、やがて想像したことが現実となる。この脳の機能をもっと有効活用すべきなんです。いやいや、俺は一郎でもないし、そんな想像したことが簡単に実現できるわけないでしょと思うかもしれません。確かに想像するだけでは当たり前に無理です。ちゃんと行動しないといけません。ただね、俺には無理だと思う、鼻から諦めて想像もできないんだったら、もう理想の女に困らない人生を叶える可能性はそもそもゼロです。そんな野球選手とかサッカー選手になるとかっていう高い目標というのはたくさんのライバルに勝ち、時間もねもう何年とかけないといけないので当然難易度が高いですが、今よりモテたい、男前になりたい、可愛い彼女が欲しいぐらいの目標だったら、はっきり言って全然余裕なんですよね。これ
なんでかっていうと、このチャンネルを見ていないライバルである意識の低い他の男たちは、もう男磨きなんてせずね、とにかくサボってますから、やるべきことをやったらモテるようになる、実現可能だと、ビジュアライゼーションができれば女にモテるくらいの目標なんて簡単に達成できます。実際に僕も昔ね、ヒモテ時代にこのビジュアライゼーションの話を聞いて、本当かよっつって半信半疑で自分の理想目標をノートに書きまくったんですよね。可愛い彼女と付き合う、金髪ギャルとセックスする、セフレ5人は作る、バキバキなマッチョになる、月収100万稼ぐみたいな感じで、自分の欲望という欲望を全てノートに書き殴りました。当時はバカらしいなと、何やってんだろうと思ってましたが、1年後2年後またそのノートを見ていたら、ほぼ全て叶っていたんですよね。可愛い彼女もセフレも何人もできていましたし、体もめちゃくちゃバキバキに仕上がり、月収100万円以上も達成しました。いや、これはすごいなと、やっぱりビジュアライゼーションの力は本当だったんだと、そこで確信しました。なのでこれを見ているあなたも、絶対にビジュアライゼーション、理想の自分を想像して具体的にこうなりたいというのをノートに書き殴ってみてください。そうすることで脳が必要な情報をかき集めるようになり、数年後ノートに書いてあることが現実となっています。もう騙されたと思ってやってみてください。本物の男磨き9個目、自責思考。あなたが人生全体を良くしたいなら、この自責思考は絶対に身につけなければいけません。逆にあなたが多責思考の人間で、これから先もそれを直す気がなかったら、今後人生が好転することはないでしょう。もうこの思考ができるかできないかで、マジで人生が大きく変わります。多責思考っていうのは、物事がうまくいかない時にその原因を自分以外のもののせいにしてしまうことで、自責思考というのは物事がうまくいかない時にその原因は全て自分にあるとして考えることです。例えば恋活をしてると、相手はコントロール不能な女の子なので、まあいろんなね、嫌なこととかトラブルが起きるわけですね。アプリで相手の女の子からメッセージが返ってこなかったり、デートをドタキャンされたり、1回目のデートが終わってご飯もおごってあげたのに LINE をブロックされたり、お持ち帰りをしようとしたら強烈に拒否されて失敗したり、まあ思い通りにうまくいかないんですよね、最初の頃なんかは特に。その時に、女はクソだな、世の中性格が悪い女ばかりだ、性格がいい女がいい、アプリにいる女はクソだな、みたいな感じで失敗の要因を女の子のせいにしたり、他のもののせいにしてしまったりする男は一生モテません。このようなね、多責思考だと、モテない以前に人生で何か目標を達成すること自体が不可能でしょう。なぜなら物事がうまくいかない原因は自分ではなく相手にあると考えているので、努力して自分を変えようという思考にならないからです。自分がデブで見た目が汚いから恋愛でうまくいってないのに、うまくいかない原因は相手の女の子と考えてたら、一生ダイエットしよう、男磨きしようという考え方にならないんですよ。そう、物事がうまくいかない原因っていうのは全て自分にあることに気づかないと、一生目標を達成することはできません。これね、一見当たり前のことかもしれませんが、ほとんどの男が自責思考で物事を考えていません。会社の給料が安ければ会社が悪い、仕事がうまくいかなければ教える上司が悪い、環境が悪い、家庭環境が悪い、こんなことを言ってる人がほとんどです。自分の能力が低いから給料も安いし、自分がクソだからクソみたいな女が寄ってくる、もうね、全部自分のせいなんですよ。これに気づかなければ厳しいです。ただ正直ね、目の前に起きる嫌なこと、うまくいかないことを全部自分のせいと考えるのは正直楽なことではないです。だって相手のせいにしておいた方が自分が傷つきませんし、努力しなくていいので圧倒的に楽です。うまくいかないたびに、これは俺がブスだからか、俺が魅力的じゃないからと自責思考で考えるのは、心もプライドも時にはズタボロになります。でもそれが大事なんです。男磨きする上、人生を良くしていく上で、あなたのそのみみっちいプライドなんて1ミリも役に立ちませんから、さっさとうまくいかないのは自分のレベルが低いからというのを素直に受け入れ、今より良くなるように努力していくしかないんです。自分ではやってる、努力してるつもりでも結果が出てないんだったら、もう何かが足りないんです。そういうやってるんだけどなという気持ちが出てきたら、本当にやれることを全て限界までやったかというのを自分に質問してみてください。もう絶対足りないから。僕だってね、まだまだですよ。体だったら筋トレしてクリロナくらいまでね、バキバキにするべきだし、顔だって美容、整形、アンチエイジング、いろいろお金をかけれるところがあるわけですよ。ファッションだってめちゃくちゃ深いので勉強することがたくさんありますし、髪型だってもっと似合う髪型があるかもしれません。そう、限界なんてないんですね。結果が出てないんだったら自分に何か足りないのが原因ですから、原因を追求してやれることは全てやるんです。少々厳しいことを言いましたが、これを受け入れることができて素直に努力できる人が成果を出してきます。もうどの業界でもそうです。結果を出してる人で多責思考の人なんていません。うまくいかない原因はいつだって自分にあるし、逆にうまくいくのも自分の努力のおかげです。そう、うまくいくかいかないかっていうのは全部自分次第です。男だったらこのマインドセットを持ちましょう。本物の男磨き10個目、筋トレです。今日紹介した内面編の男磨きの中でも一番やってほしい男磨きです。え？筋トレって内面なの？外見じゃないの？と思うかもしれませんが、筋トレをする理由っていうのは内面を磨くためなのが9割です。筋トレを習慣化して成果が出れば、健康的な体型はもちろん、男前な内面、どちらも手に入れることができます。まず大前提ですが、デブやガリガリはモテません。デブやガリガリで本当にモテてる人を僕は見たことがないです。なので今デブガリガリな人は筋トレをして必ず体型を変える必要があります。デブやガリガリなまま恋活をするというのは、野球で言うとグローブ
をつけずに素手で野球してるのと同じぐらい無謀ですので、必ずね、改善しましょう。筋トレで成果を出すには時間は3ヶ月、半年、1年とかかるんですが、それによって手に入れられるマインド、健康的な体っていうのは人生単位で見ると大きな価値になります。また大半の人が筋トレは外見を変えるため、マッチョになるためにやると思ってるんですけど、それは大きな勘違いでございまして、どちらかといえば男らしい内面、マインドセット、メンタリティを手に入れるためにやるんですよね。僕はマッチョですけど、デートでね、女の子の前でほら見て俺マッチョだぜと服を脱ぐわけじゃないので、僕の腹筋がバキバキでマッチョだとしてもセックスするまではわからないんですよ。だからたとえ自分がマッチョになったとしても、マッチョが理由でモテることはないんですよね。では何のために筋トレをやるのか、それは自分の体がイケてること、マッチョなことから来る自信、バキバキな体になるまでにした努力によって得られる自己肯定感によって女の子を落とせるようになるんです。恋愛においてこの自信、自己肯定感がめちゃくちゃ大事で、女の子は自信がない男、自己肯定感が低い男が大嫌いです。これなぜなら、自信がない男、自己肯定感が低い男に仲出しされたら、自分の産む子供が弱くなってしまう可能性があり、それだと未来に子孫を残していけないからです。逆に自己肯定感が高い男性は優秀な遺伝子を持っていると思われるため、たとえ顔があまりかっこよくなくても自己肯定感が高い自信がある男はモテるんです。街中で大してかっこよくない男と美女が歩いてる姿を見て、なんであいつがって思ったことは誰しも一度はありますよね。あれは溢れ出る自信、高い自己肯定感で落としてるんです。そう、自己肯定感が恋愛でめちゃめちゃ重要なわけですが、マッチョな人でね、こうなんか自信がなさそうな、自己肯定感が低そうな人いますか？いませんよね。そう、だから筋トレをして自信と自己肯定感をつけるというのはモテる上でめちゃめちゃ大事なんですよ。もう筋トレって普通にきつくて、ただでさえ続けるのが辛いですから、それでも自分との約束を守り続け、筋トレを継続して体型が変わったら、とんでもなく自分に自信がつくんですよ。毎朝起きて鏡を見てね、自分に甘くし続けてきた怠惰なデブの自分を見るのか、自分を厳しく管理して自分との約束を守り続けてきた腹筋バキバキな自分を見るのか、この毎日の積み重ねでどれだけ自己肯定感に差が出るか、あなたは分かりますか？僕は毎朝朝起きたら鏡で腹筋バキバキな自分を見て、お、今日も俺の体はかっこいいなとスタートしてるんです。そう、筋トレは筋肉の女受けがいいとか悪いとかではなくて、鏡に映る自分を好きになるためにやるんです。自分のことが好きでなく自己肯定感が低いと、女の子といる時に会話や所作からどうしても自信がないところが垣間見えてしまうんですよね。会話で僕なんかとみたいな自分を避けるような卑屈なことを言ってしまったり、男らしく押すべきところで押せなかったり、もうね、どんだけ頭で気をつけていても出ちゃうもんなんです。なので筋トレは自信、高い自己肯定感を手に入れるために必ずやりましょう。その他にも筋トレで得られるものは、モテホルモン、テストステロンの分泌、女性からモテる体型、成長ホルモン分泌による若々しい見た目、アンチエイジング、免疫力の向上、睡眠の質の向上などなど、メリットを挙げたらキリがありません。健康なこともモテる上でとてもとても重要な要素です。たとえ地位やお金があっても、健康じゃなく免疫力が良かったら人間は生き残っていけないので、女による男選びも健康で免疫力が高そうかどうかが最大のポイントになります。なので男がモテるためには、筋トレを習慣にしていい食事をとって、常に免疫力が高く健康でいなきゃいけないんです。あとは筋トレをすると男性ホルモンの影響で顔つきが凛々しくなり、戦う男の顔つきになり、それが女の子を引きつけます。そう、もう筋トレをやらない理由っていうのはないんですよね。5年、10年、20年長く若さを保って長期的に女の子にモテたいなら筋トレをしましょう。でも筋トレって辛いし、マッチョになるの時間かかるよと思いましたか？いや、だからチャンスなんですと。髪型を変えて服装をおしゃれするなんて、金さえかければ別に誰だって1日でできるんです。もちろんそれらも大事だけど、そんなの誰だってできるので大した価値を生まないんですよ。でも筋トレを続けてマッチョになるのは辛いし、ほとんどの男が挫折しますから、筋肉がある男は希少価値が高くてモテます。僕も実際にセックスするときに筋肉のある体で彼女たちを抱いてあげるとすごく喜びます。なぜなら強い体の男に抱かれるのを求めるのが女の本能だから。しかもバキバキマッチョな体の男っていうのは全体の 1% ぐらいしかいませんから、他の人では満足できないとセックスもリピートされやすいです。いいですか？女の子は裏切りますが、筋肉は裏切りません。ということで、ここまでは内面の男磨き編でした。ここからは外見の男磨き編です。恋愛において外見というのはいっちゃん重要なので、最後まで聞き逃さないようにお願いします。本物の男磨き11個目、ファッション。外見をいい感じにするなら、まずファッションを変えるのが一番手っ取り早いです。これなぜなら着替えるだけだから。髪型を変えるとか顔を変えるとかっていうのは時間もお金も手間もかかりますが、服っていうのは買って着るだけでガラッと雰囲気が変わります。しかもファッションはモテる上でかなり効果が高いんですよ。顔がブスだったとしても服がおしゃれだったらかっこよく見えるんです。なぜならファッション、服っていうのは自分の身をまとってるものなので、見た目の大部分を占めるからです。逆にこの見た目の大部分を占める服がダサかったら恋愛がマジで厳しくなります。今日はね、はっきり言わせてもらいますけど、日本人の9割の男性は服装がダサい。これを見ているあなたもね、一応気を使ってるから俺は大丈夫と思ってるかもしれませんが、そういう人ほどダサいのが現実です。ファッションっていうのは自分の主観ではなく、客観的に見てダサいかダサくないかっていうのは重要ですので、自分でね、俺はダサくないと判断してはいません。自分から見てかっこいいと思っていても、女の子から見てダサいと思われてたら意味ないですから。なんなら自分はダサいかもしれないと思って生きてた方が服装に気をつけるので100倍いいです。モテるファッションをする上で一番大切なポイントは、自分で服を選ばないことです。そもそもね、
男がかっこいいと思う服と女性がかっこいいと思う服っていうのは全く違うので、もしあなたがファッション初心者なら自分の主観だけで選んだかっこいいと思う服っていうのは高確率でダサいので着ない方がいいです。ファッションっていうのはネットや雑誌で学んでみたり、めちゃくちゃ服を自分で買って似合うかどうか着てみたりなど長い時間をかけてセンスが磨かれていくので、もともとファッションに興味がなかった男性がいきなりおしゃれになることはないんですね。そう、実はファッションっていうのはめちゃめちゃ奥が深くて難しいんですよ。なので最初は絶対に自分で服を選んではいけません。恋愛講師である僕が責任を持ってあなたの服を選ぶので、それを着てください。まず一つ目のファッションコーデとしておすすめするのが、このチャンネルではもう1000回くらい言ってるんですけど、ジャケットのセットアップです。ジャケットのセットアップはどんな体型、容姿の男が着ても決まる、そしてどんな女からも受けがいい服なので、女にモテたいんだったら絶対に買うべきです。もうファッションが全く分かんないって人はデートにはいつもジャケットのセットアップでもいいくらいです。もうそれくらいジャケットのセットアップっていうのは超優秀です。で、買うべき具体的なセットアップなんですけど、ユニクロの感動ジャケットのセットアップ、ユナイテッドアローズのジャケットのセットアップ、この2つです。このセットアップを着て中はユニクロ U の白 T シャツ、靴はユニクロのコットンキャンパススニーカーの白か、コンバースのクープ OX の白を履いてください。セットアップを着てこの白のコンバースを合わせておけばデートはとりあえず間違いないです。スーツを着たら誰でもバシッと決まった印象になるのと一緒で、セットアップを着れば誰でも決まります。なので自分のこだわりを出さずに、もう脳死で騙されたと思ってジャケットのセットアップを着てください。そしてメンズファッションにおいてもう一つ重要なポイントがありまして、それは白か黒のモノトーンの服以外は着ないでください。え、もうちょっと色を入れた方がいいんじゃないですかとダサい人ほどこういうことを言うんですけど、ファッション初心者は黒か白以外の色を取り入れるのは絶対にやめた方がいいです。ダサい人ほど赤とか緑とか青とか茶色とかいろんな色を服に取り入れて事故っています。ファッションっていうのはシンプルが一番かっこよくて、女性もシンプルな服装を男性にしてほしいと思っています。そしてポイント2つ目、デートには必ず手ぶらで行く。女の子とのデートにリュックやショルダーバッグを背負って行ってしまう男性多いんですが、これもね絶対にやめてください。荷物が多い男性というのは余裕がないと思いますし、リュックを背負ってる姿っていうのはスタイリッシュではなくダサいです。この人デートなのになんでこんな大荷物なんだろう、一体何入ってるの、しかもダサいしと思われます。なのでデートでは必ず手ぶらで行ってください。デートは財布とスマホがあれば十分です。どうしても何かの借りでリュックが必要という人はデートの前は駅のロッカーにリュックを入れてからデートに行ってください。それくらいね徹底すべきです。で、これから夏なのでおすすめのコーデをいくつか挙げると、こんな感じで上はユナイテッドアースレの黒 T、 下はユニクロのスマートアンクルパンツ黒で、靴はエアフォース1の白とか、ユニクロ U の白 T にスマートアンクルパンツにコンバースの黒とか、こんな感じで俳優の野村翔平もこのコーデをしてます。これらのようにシンプルなモノトーンコーデがおすすめです。 T シャツだけだと寂しいのでアクセサリーをワンポイントつけましょう。ネックレス、指輪か腕輪のどこか一箇所につけるのをおすすめします。アクセサリーはザラやユナイテッドアローズで買うといいです。ポイント3つ目、靴。ファッションで一番大事なのが靴。モテない男は靉がとにかくダサくて汚い。髪型、眉毛、歯が綺麗で上半身のファッションがおしゃれでも靴がダサかったり汚かったら女の子は一気になしになります。なので靴にはお金をかけましょう。おすすめの靴はさっきも言いましたが、レザーオールスタークーポン X の白、コンバースオールスター黒、エアフォースワン白黒、バンズオールドスクール黒、これらの靴を買ってください。本物の男磨き12個目、カット価格5000円以上の美容室のカット。はい、髪型ね、めっちゃ大事です。ファッション同様、顔がブスでも髪型がかっこよければ全体的に見ていい感じになりモテます。ファッション以上に髪型が相手の女の子に与える印象っていうのはでかいです。そう、男磨きとして髪型に投資していくのはかなり費用対効果が高いので、必ずいい美容室でカットすべきです。もう1000円カットとか安い都会に行くのはもう今日からやめてください。1000円カットに行ってる人でモテてる人はゼロです。もうあそこは恋愛を諦めたおじさんが行くところでございます。なので必ずカット価格5000円以上のメンズカット専門の腕がうまい美容室に行ってください。これなんでかっていうと、カット価格5000円以上の美容室っていうのはコスパで勝負してるんじゃなくてカットの技術で勝負してるので、かっこいい髪型になる可能性が高いです。そして必ずメンズカットを専門にしてる美容師さんにお願いしてください。美容師さんによって得意なスタイルが違うので、必ずメンズカットを専門にしてる美容師さんにカットしてもらいましょう。あなたの髪型っていうのは当たり前にカットしてもらう美容師に全てがかかってますので、もう全力でいい美容師を探す必要があります。美容師の探し方はインスタの虫眼鏡のとこを押してハッシュタグ検索をしましょう。ハッシュタグ新宿メンズヘアみたいな感じで入力すると男の髪型の写真がバーっと出てきますので、そこでかっこいい髪型、自分がしたい髪型の写真が多いアカウントの美容師にカットをお願いしましょう。また髪型を美容師さんに注文するときは写真を見せるのがベストです。美容師さんもお任せでというのが一番困るので、似合いそうな髪型を自分で探してその写真を美容師さんに見せましょう。それが一番かっこいい髪型になりやすいです。髪型の探し方はハッシュタグセンターパート、ハッシュタグフェードカット、ハッシュタグツーブロック、ハッシュタグメンズショートカットみたいな感じで髪型の名前を検索して、自分の骨格と髪の長さ、髪質でもできそうな髪型の写真を見つけましょう。自分に似合う髪型と
というのは自分でいろんな髪型にチャレンジしてみて分かるので、美容師さんと相談しながらいろんな髪型にしてみましょう。いろんな髪型にチャレンジするためには髪を長くしておく必要があるので、結果が出る髪型が分からない最初の方は髪を必ず長くしておきましょう。スポーツ刈りの状態で美容室に行ってもできる髪型は坊主しかありません。そう、髪が短いとできる髪型に限りがあるので、髪をある程度長くしておくのが必須です。また劇的にイメチェンしたいなら宿毛矯正とパーマもおすすめです。宿毛矯正とパーマで髪質を変えると劇的に見た目を変えることができます。僕ももともと超テンパでチンゲチンゲっていじめられてましたが、宿毛矯正をして髪をまっすぐにしてかなり見た目が良くなりましたし、スタイリングもねかなりしやすくなりました。なのでもうがっつり見た目を変えたいという人は髪を伸ばして宿毛矯正とパーマをしましょう。髪がテンパだって人は宿毛矯正を、直毛すぎてスタイリングしにくいって人はパーマをおすすめします。どちらもうまくやればかなり明るきます。どんなパーマにするかっていうのは美容師さんと相談するか、インスタであらかじめしたい髪型をリサーチしておきましょう。また髪のことで言うと、髪を染めるという手もあるんですが、基本的に男は黒髪がベタです。僕がね染めといてなんなんですけど、茶髪や金髪はちょっと嫌だなっていう女の子はいますが、黒髪で女の子にダサいと思われることはありません。茶髪や金髪は大学デビューしたての大学生みたいでガキっぽいですし、人によってはダサいと思われる可能性が高いです。なので基本的に髪色は黒でいきましょう。黒でダサいと思われることはありません。本物の男磨き13個目、 AGA 治療。ここまで話したように髪型は恋愛をする上で顔と同じくらい重要なんですけど、かっこいい髪型にするにはそもそも毛がないといけません。あなたが生涯女を抱き続けたいなら命がけで毛を守らないといけません。なぜならハゲや薄毛は恋愛をする上で相当なハンデ、かなり不利だからです。顔がいくらイケメンでファッションがおしゃれでもハゲてたらきついです。 AGA 治療とは薄毛やハゲを効果が実装されている薬を使って治す治療のことです。ハゲや薄毛っていうのは恋活をするにあたってかなり不利になってくるので、ハゲてる人は必ず治療をしましょう。また俺はまだハゲてないから大丈夫って人も、まだ毛があるうちに AGA 治療で薄毛予防をするべきです。なぜならハゲてからでは時すでに遅しだからです。ハゲや薄毛でもセフレや彼女ができないこともないですが、かなり難易度が上がってきます。なので何としてもハゲや薄毛だけは防がなくてはいけません。ハゲてる人、薄毛が気になり始めた人は今すぐ治療を始め、今ハゲてない人も薬を飲んで予防すべきです。僕ももちろん飲んでますし、あのイケメン起業家青汁王子も AGA の薬を飲んで予防してるとのことです。来るべき時に備えしっかり予防しておきましょう。毛はマジで大事です。今現在ハゲてる人も薄毛の人も絶望する必要はありません。今は薬をちゃんと飲めば薄毛やハゲも治せます。しかも月1万円しないほどの投資でハゲは治せるんです。ハゲが治るだけでも見た目が圧倒的に良くなり、ガンガンセックスできますから、マジで毛は重要です。基本的に薄毛っていうのは何もしなかったら年を取ることにどんどん進行していくので、それを食い止めて毛を生やすには薬を飲んで治療するしかありません。その時に飲む薬っていうのがフィナステリドとミノキシジル、この2つです。基本的にハゲや薄毛に効くのはこの2つと覚えておいてください。それ以外は効果がありません。例えば薬局に売ってる育毛シャンプーやテレビなどで紹介されてる頭皮マッサージ、これらは実は全て効果がありません。もう嘘です。シャンプーや頭皮マッサージで髪が生えるならこのようにハゲなんていません。ちゃんと調べると分かるんですけど、ハゲや薄毛に効くと発毛効果が科学的に証明されてるのはこのフィナステリドとミノキシジルだけです。もうそれ以外はね詐欺だと思ってください。このフィナステリドとミノキシジルは近くの AGA クリニックや湘南美容外科などの美容クリニックで購入することが可能です。クリニックでフィナステリドとミノキシジルの1ヶ月セットで1万円しないぐらいで購入できるので、まあ1万円でハゲないんだったら安いもんです。僕もまだハゲてはないんですけど、これから30代に突入していき、ハゲるリスクもぐんぐん上がっていくので、フィナステリドとミノキシジルを服用して予防してます。ちなみにフィナステリドが抜け毛を抑える薬で、ミノキシジルが毛を生やす薬なので、まだハゲてないけど予防だけしたい方はフィナステリドだけを服用するといいでしょう。でこのフィナステリドとミノキシジルは途中で飲まなくなってしまうと効果がなくなってまた薄毛が進行してしまうので、一生ハゲないためには一生薬を飲み続けないといけないんですよね。そうするとコストが結構かかって大変で、実は美容外科で買うと薬の価格が割高なので、とにかく安く薬を仕入れて飲み続けていきたい方は大阪堂というサイトで薬を購入することをお勧めします。これは海外から薬を購入する方法で、僕もここで薬を購入します。ただ個人で輸入する方法なので、その薬が安全なのか、ちゃんと効果があるものなのかを保証するものはなく、リスクがあるので、確実に保証された安全な薬を買いたいという人は日本のクリニックで購入することをお勧めします。本物の男磨き14個目、眉毛サロンアウトメイク。男磨きの中でも眉毛サロンはあなたの見た目に革命をね起こしてくれます。眉毛サロンは眉毛のプロがブラジリアンワックスなどを使って眉毛を綺麗に整えてくれる眉毛専門のお店です。これ実際にね眉毛サロンに行ってやってみれば分かるんですけど、眉毛は髪型と同じくらいその人の印象を左右する大事なパーツの一つなので、眉毛だけでかなり顔の印象って変わるし、マジでプチ整形並みの効果があると言っても過言ではないです。眉毛が整ってるだけでも女の子から見れば、あ
この人見た目に気を使ってるなという印象を相手に与えることができるので絶対にやるべきです。逆に眉毛が整ってなくてボサボサだと見た目に気を使ってる感がなく清潔感もなくて老けて見えます。なので必ず眉毛は整えましょう。そしてそれは自分でね整えるんではなくて必ず眉毛サロンやアートメイクに行き眉毛のプロにやってもらってください。自分でやるよりプロにやってもらった方が間違いなくかっこよくなります。眉毛サロンは僕もねかなりいろんな店舗に行きましたがある程度どこでもうまくやってくれます。こんな感じで価格は5000円ほど出てきます。自分で実際に店舗に行ってみていいとこに通いましょう。僕が行った中で都内のおすすめは表参道アイブラウン、新宿渋谷プラス8、渋谷ベリアソームです。都内の人以外でも難波眉毛サロン、札幌眉毛サロンみたいな感じで調べると出てきます。なのでそこに行ってみてください。最近ではアートメイクっていう眉毛にタトゥーと同じ原理で色を入れて2、3年2層の形を保たせるというのもあるので毎回毎回眉毛サロンに行くのはめんどくさいよって人はぜひ行ってみてください。本物の男磨き15個目、二重整形。一人の人は二重整形は絶対にやった方がいいです。これなんでかって言いますと世の中でイケメンと言われている人たちの9割は二重だからです。ヤマピーもキムタクもマッキーユも山田涼介も山崎健人も伊勢谷友介もみんな二重です。これだからね分かるのは男は二重の方が圧倒的に女の子からモテるということです。これはもう紛れもない事実なんです。もう受け入れておとなしく二重にしましょう。一重のまま戦うのははっきり言って効率が悪いです。実際に僕もがっつり一重でしたが二重整形をして女の子の食いつきが爆上がりしセックスしまくってます。もう本当小学生の時からお年玉を全突破してでも二重整形をしておけばよかったと今でも後悔します。もうそれぐらい二重整形は費用対効果が大きいです。価格は最安3万円から30万円ほど出てきます。ちょっとね高いなと思うかもしれませんが二重にして女にモテることで生涯風俗やキャバクラに行かないことを考えたらかなりコスパがいいです。なので美容クリニックに行ってまずはカウンセリングを受けるのをお勧めします。で二重整形した方がいいのは分かったけどどこでどんな風にやればいいのって思いますよね。整形は美容クリニックでするんですが手術をする上で重要なのは手術をしてくれる先生をしっかり選ぶことです。同じ美容クリニックの先生でも先生によって全く専門分野も腕も違うので先生で選ぶ必要があります。また二重整形はまぶたに糸を通して二重を作る埋没法とがっつりメスを入れて二重にする切開法があります。これはねどちらもメリットデメリットがあるので先生と相談して決めましょう。おすすめの先生は X クリニックの後藤龍学先生、湘南美容外科の赤尾先生、天空クリニックの細井先生です。目については二重整形以外にも垂れ下がったまぶたを上げる眼瞼下垂手術、目尻を切って目を大きくする目尻切開などいろんな手術があるので自分に何が必要なのか十分にリサーチとカウンセリングをしてやってみましょう。本物の男磨き16個目、鼻整形。こちらのイケメン俳優タレントたちの画像をご覧ください。彼らはね、イケメンなんですけど、共通点は何でしょうか？ちょっとね、考えてみてください。そう、イケメンの共通点は、鼻筋が綺麗で、鼻が高いことです。綾野剛とか、小栗旬みたいな目が一重のイケメンもいれば、真剣佑とか、ヤマピーとかの目がパッチリの二重のイケメンもいるわけですが、男のイケメンタレントにみんな共通してるのは、鼻筋がしっかり通っていて、鼻が高いことです。もう大体ね、イケメンっていうのは鼻が綺麗です。女の子はパーツの中で、目が一番重要だと言われていますが、男の顔で重要なパーツは間違いなく鼻です。そう、男は鼻なんですよ。なので鼻先、鼻筋が低い人は鼻を整形して高くするのも大いにありです。で、やり方としては注射でヒアルロン酸を鼻に注入して鼻筋をきれいに高くする方法、がっつり手術をしてプロテーゼや軟骨を入れて鼻を高くする方法、この2点があります。前者はヒアルロン酸の注射なので手軽に安価で鼻筋を通すことができるのがメリットで、デメリットはヒアルロン酸っていうのは溶けていくので1年から半年くらいしか持たないのと、細かく鼻の形を変えられないのがデメリットです。後者は手術でメスを入れるので半永久的に鼻の形が維持されるのと、小鼻や高さなど細かく希望を出すことができ理想の鼻にできるのがメリットです。デメリットは手術代が30万円から200万円ほどかかり、かなり高額になってしまうのと、手術なので痛みやその後の副作用などのリスクがあるのがデメリットです。どちらもメリットデメリットがあるわけですが、最初は試しに安価なヒアルロン酸を入れて鼻が高くなった自分を見て、そこで良ければ実際に手術をするっていうのがいいですね。高えなぁと思うかもしれませんが、これで女の子に困らなくなるなら安いもんです。もしね、自己投資せずにブスのまま人生ずっと女の子に困るようなら、人によっては風俗、キャバクラ、会員制 AV などに生涯で何千万円と溶かす人もいるでしょう。それなら100万円200万円自己投資して可愛い彼女を作り、セックスに困らなくしてまた自分に投資、さらにモテていくという状況を作った方が何倍もマシです。今の時代美容整形の技術がかなり進んでるので、ブサイクで生まれたとしてもお金をかければ全然イケメンになり、恋愛、人生を楽しむことができます。最近では元 AV 女優のアスカキララさんも顔のほぼ全てを
整形していると告白していて、彼女は整形のおかげで最強のビジュアルを手にし、何億というお金を稼いでますよね。そう、整形をしてビジュアルを良くすることで恋愛ももちろん有利になり、大金を稼ぐことだって可能なんです。これは女性に限ったことではなくて、男だってビジュアルがいい方が人生圧倒的に得ですし、お金も見た目がいい方が稼げます。テキサス大学オースティン校の教授ダニエル・S・ハマーメッシュ氏の研究では、人の容姿を5段階に分けた計7500人を調査した結果では、男性の場合見た目の印象がいい5と4の人は、容姿が平均より劣る2と1の人に比べて年収が 17% も上回ったという研究結果があります。そう、なので顔、服装、髪型などの見た目はより印象のいい方が稼ぎはいいんです。なので見た目にはお金を使いましょう。本物の男磨き17個目、クマ取り。クマ取りは若々しさを取り戻したいという方に非常におすすめです。年を取ってくるとだんだんクマがひどくなり、目の下のたるみがこんな感じで出てきてしまうんですけど、それを取り除く手術です。この目の下のたるみ、クマがあるとどうしても老けて見えたり疲れて見えたりしてしまうので、たるみがある人はこのクマ取りぜひやった方がいいです。これは美容クリニックで10万円から20万円ほどでできます。僕もね、実際にクマ取りやったんですが、5歳から10歳は若返り、女の子の食いつきが上がるようになったので、たるみがある人はね絶対にやった方がいいです。クマを取ることで涙袋も自然と出てきたりするので、より目元がかっこよくなります。画像の通りクマを取るのと取らないのでは全然違います。クマを取るぐらいでと思うかもしれませんが、美容というのは地道にこういう小さなところを徐々に良くしてかっこよくなるものなので、無駄な飲食代にお金をかけるんではなく、自分の未来が良くなるものにお金を投資していきましょう。ちなみにクマ取りの手術はめっちゃ痛いです。本物の男磨き18個目、肌質改善、美容クリニックでの治療。肌が汚い男はモテないみたいな話は聞いたことがあると思うんですけど、なんで肌が汚いとモテないんだと思いますか？肌が汚いとシンプルに見た目がよく見えないというのももちろんあるんですけど、もっと言うと肌が汚い、荒れてるというのは生物としての免疫力が弱いという証明になってしまうので、女の子からはモテないんですね。女の子は優秀な遺伝子を持った男とセックスがしたいので、肌が汚いと、あ、こいつ肌ブツブツで優秀な遺伝子持ってねえじゃんと思われてセックスしたり付き合ったりできないんです。なので肌が綺麗っていうのはむっちゃ大事です。僕が今から言うことをしっかりやって肌をきれいにしてください。肌に効果のあるのは栄養バランスの取れた食生活、スキンケア、ダーマペン、脱毛、これらです。で、まず肌をきれいにしたいなら食生活が一番重要です。これなぜなら、あなたのその肌の組織を作ってるのは普段食べてるものからできてるからです。みんなね、肌をきれいにしようとすると化粧水を高いものに変えたり、何か肌にクリームを塗ることばかり考えるんですけど、それでは根本的な解決にならず気休めなんですよね。肌細胞を作っているものというのはタンパク質やビタミンです。そもそもね、それらが不足してるのに、いくら上から高いクリームを塗りたくったところで意味ないんですよね。これはデブで汚いブサイクのおじさんが上からブランド物をめちゃくちゃ着込んでも全くモテず意味ないのと一緒です。なので自分の体や肌を作ってる普段の食事っていうのはめちゃくちゃ重要。もしあなたが普段から栄養素のない体に悪い食べ物を食べ、それらにお金を使ってるなら、それはめちゃくちゃ無駄ですので、今すぐにやめて自分の未来が良くなる食べ物に変えてください。どうせ食べるんだったら自分が良くなるものを食べた方がいいに決まってるでしょ。で、食べてはいけない食べ物は甘いもの、糖質が多いもの、加工食品です。具体例としてはチョコレート、ケーキなど脂質たっぷりの洋菓子、スナック菓子、揚げ物などの油っぽいもの、かっこ天ぷら、フライドポテトなど、アイス、冷凍食品、ラーメン、加工肉、かっこソーセージやハムなどですね。これらの食材っていうのは糖質が多く含まれていて、血糖値が急激に高くなるので肌が荒れやすく、ニキビができやすくなります。もちろん糖なのですぐ太り老けますし、栄養素も少ないので風邪をひきやすくなります。逆に肌にいい食べ物は鶏肉、魚、ブルーベリー、ブロッコリー、トマト、ナッツ、オリーブオイル、プロテインです。これらを食べてください。そしてスキンケア、食生活をしっかり整えて肌の土台を作ったら、化粧水や乳液を使ってスキンケアもしっかりやりましょう。洗顔用の石鹸で洗顔したらしっかり化粧水と乳液で保湿しましょう。僕もいろんな化粧水を使ってきましたが、おすすめは無印良品の化粧水と乳液で、質が高く肌にしっかり馴染みやすいです。僕も無印のを使ってますし、あのローランドも無印良品のものを使ってます。またできるのであれば脱毛もしましょう。脱毛はね、エステ脱毛ではなく必ず医療脱毛でやってください。エステ脱毛と医療脱毛では機械の出力が全く違うので効果も全然違います。医療脱毛の方が値段が張るんですけど、効果を見たら圧倒的に医療脱毛の方が上なので、やるなら医療脱毛をやりましょう。また脱毛は毛が生えてこなくなりツルツルになるのももちろんなんですけど、脱毛のレーザーを当てることによって顔の毛穴が小さくなり肌が綺麗になります。顔の毛穴が大きく開いていて黒ずんでいると汚いので気になる方はやりましょう。そしてダーマペン、ダーマペンも美肌効果がかなりあります。ダーマペンは美容クリニックでできる治療で、髪の毛よりさらに細くなった超極細針を使用し、肌の表面に
ために、とても小さな穴を一時的に作って、肌の自然治癒力を向上させる美容クリニックでできる美容治療です。ダーマペンは肌を生まれ変わらせ、美容においてとても幅広い効果を得られます。毛穴の開き、ニキビ跡、クレーター、小じわ、たるみ、乾燥、黒ずみ、などに効きますね。特に毛穴治療としては大きく注目を浴びており、特に鼻の毛穴の開き、いちご鼻を改善できると評判です。鼻の先に穴がポツポツ開いていて、黒ずんでいちご鼻になってしまって汚い男性多いんですけど、それを治す効果があります。僕もね、それが最近気になっていたので、ダーマペンをやるようにします。こちらは1万5000円から3万円ほどでできます。そこまで高くないので、月に1回2ヶ月に1回ほど行くと徐々に効果が出てきますね。無駄な飲み代とか風俗に行くんだったら、美容クリニックにダーマペンをしに行ってください。今の時代っていうのは、男の子でも積極的に美容クリニックに行く時代ですし、美容クリニックに行って治るコンプレックスがたくさんあります。美容クリニックにはダーマペンや脱毛のような肌質を改善するものもあれば、輪郭を変える糸リフトやシワやたるみをなくすエラボトックスなど、いろんな手術があるので、自分のコンプレックスに合わせてやってみるといいです。僕もね、エラが張っていて気になっていたので、エラボトックスを打ってきたんですが、エラのあたりがシュッとなりました。ボトックスの価格は2万円から4万円ほど出てきます。エラが気になる方はおすすめです。コンプレックスを消すと見た目が良くなり、自分に自信が出て恋愛を有利に進めることができますので、消せるコンプレックスは消しましょう。本物の男磨き19個目、歯のクリーニング、ホワイトニング、フロス。もしあなたがモテたいなら、歯はめっちゃ大事なんですが、日本人の男は歯への意識が相当低い。みんな歯が黄色いし口が臭いです。日本男児の9割は歯が黄色くて汚いまま、デートの会話どうしたらいいのかな、なんて言ったらホテルにお持ち帰りできるかな、なんてことを考えてるんですけど、まずそのセリフを発する口元をきれいにしろよって話なんです。歯が黄色いまま女は口説いちゃダメなので、必ず歯のクリーニングとホワイトニングをするようにしましょう。で、実はほとんどの人が歯の正しいメンテナンスの仕方について分かってないです。これが分かってないと、女の子とせっかくキスするところまで行けたのに口が臭くて二度と会ってくれないなんて事態になりますので、聞き逃さないようにお願いします。これから僕が本物の歯のメンテナンスの仕方について解説します。まず毎朝毎晩丁寧に歯を磨くっていうのは当たり前にね、大事なんですけど、それプラス舌専用ブラシで舌を磨く、フロスでしっかり歯の間のゴミを取るっていうのを絶対にやってください。もしあなたがこれをやっていないなら、確実に口が臭いです。口臭の原因っていうのは、舌についている白い舌苔と歯についている歯石です。これを取り除かなければいけません。なので毎朝デートに行く前は、舌ブラシで舌を必ず元の赤い色になるまでしっかり磨いてください。そして歯の間の汚れを取るフロスもしましょう。このフロスがめっちゃ大事なんですけど、やってない人がほとんどです。今までフロスをやってなかった人は、試しにドラッグストアで今すぐフロスを買ってきて、歯の間の汚れを取ってそれを嗅いでほしいんですけど、マジで臭いです。騙されたと思ってやってみてください。こんな臭い汚れがある状態で話したりキスしたりしたら、そりゃ口が臭くて次会ってくれないわって思いますよ。なので必ずフロスは通すようにしてください。そしてこれだけでは足りません。2ヶ月に1回は必ず歯医者に行き、クリーニングをして歯の歯石を取り、同時にホワイトニングをするようにしてください。歯ブラシやフロスだけでは取れない汚れ、歯石が必ずあるので、歯医者に行くのは必須です。そしてホワイトニング、モテたいんだったら必ずこれもやりましょう。ホワイトニングは歯に専用ジェルを塗り、レーザーを当てて歯を白くするものです。ホワイトニング専門のサロンなんかも多くできているので、調べていきましょう。また家でできるホームホワイトニングもコスパが良くておすすめです。歯医者でホワイトニング用のマウスピースを作り、オーパルエッセンスというホワイトニングジェルをネットで買ってきて、それを歯に塗ってマウスピースをつけましょう。それを1ヶ月に一度やっていけばかなり白くなってきます。ちゃんと歯が白ければ、それだけで相手に強く清潔感をアピールできるので、お金をかけて絶対に歯は白くすべきです。ライバルである他の男たちはみんな歯が黄色いので、ここもちゃんと綺麗にすればチャンスです。とにかく歯は白く、口臭はなくさないといけないので、徹底してください。歯は恋愛に限らず、食べ物を食べるのに一生使うので、お金をかけて大切にしましょう。本物の男磨き20個目、香水です。香水をつける男性をどう思いますかというアンケートを全国の女性に取った調査によると、8割以上の女性がありと答えました。そう、女の子はいい匂いがする男性が大好きなんですよね。女の子は男より嗅覚が鋭い生き物で、かなり匂いに敏感なので、全くつけないよりつけた方がセックスできると言います。僕もね、実際にデートに香水をつけていくんですけど、ツッチーくんいい匂いするねと言われた後のセックス成功率は9割を超えます。もうそれくらい匂いっていうのは効果を発揮するんです。ただ香水もただつければいいってわけではありません。つける香水の種類、つける場所、つける量、つけるタイミングによって結果が変わってくるので、香水の知識を知らないとダメです。ではまず女子受け間違いない香水を一気に紹介しますので、これらのどれかを購入してください。ディオールのソバージュオールトワレ、シャネルのアリウムオムスポーツ、コムデギャルソンのワンダウッド、この3つです。この3つの香水を実際に店舗で嗅いでみて、香りが好きな香水を購入してください。ちなみに僕はコムデギャルソンのワンダウッドを使用します。かなり女の子の受けが良くて、おかげさまでセックスを量産できてます。で、香水のつける場所、量、タイミングも重要です。つける場所は基本的に体温が高いところ、よく動かすところがベストです。これなんでかって言いますと、体温が高ければ高いほど揮発性というのが働いて、よく動く場所につけることでより匂いを発しやすくなるからです。で、これを踏まえてつけるとベストな箇所が太ももの内側なんです。太ももに香水と思ったと思うんですけど、実はね、太
太ももがベストなんです。これなんでかっていうと、太ももは体温が高いのと足なのでよく動かしますよね。そして匂いっていうのは下から上に上がっていく性質があるので、下半身につけることでちょうどよくさりげなくセクシーに香るんですよ。なので太ももがベストなんです。両太ももに香水を30センチほど離して 1,2 回ずつプッシュしましょう。で、量は 1,2 回のプッシュで OK です。3回4回とプッシュしてつけすぎると匂いがきつすぎて相手が気持ち悪くなってしまい、よってセックスできません。で、もしさらに香りをアピールしたい場合は、うなじか肘の内側につけてください。うなじは体温が高いので揮発性が働いて匂いを発しやすいですし、肘の内側も体温が高くよく動かすので匂いを発しやすいです。で、つけるタイミングなんですが、女の子と出会う直前につけてしまうと、香水のつけたての香りっていうのは匂いがきついので、お、こいつすごい気合い入れて香水つけてきたなとなってしまうので、あまり印象が良くないです。匂いっていうのは常に強く香ってるわけではなくて、ふとした瞬間にさりげなくいい香りがするという感じがベストなので、そのためには会う30分から1時間前に香水をつけるようにしましょう。いい香りっていうのは女の子をそういうエッチな雰囲気にする効果があるので、セックスしたい方は香水をつけることをお勧めします。はい、ということでいかがだったでしょうか。本物の男磨き20選ということでお話しました。男磨きは男がモテる上で一番重要なので、今日言ったことを必ず実行するようにしてください。もうほんと今日はね、正直有料で公開したくらいの内容だったんですけど、もう情報はもう全て惜しみなく出しました。もうやればね、間違いなくモテるようになります。これからそんな意識が高い皆さんに大切なお知らせをいたします。現在ありがたいことに1万人以上の方が登録してくれているこちらの講師内では、僕が合計1000万以上かけて全くの恋愛初心者から300人以上の美女と関係を持つことができた最強の恋愛ショーの配信と、童貞ひも手が秒速でモテようになるためのマインドセット、ブスから劇的に見た目を変える具体的ノウハウ、マッチが爆増するマッチングアプリ完全攻略ノウハウ、デートで確実に彼女にする方法、絶対に成功する告白、計4本の講義動画を期間限定で無料で配信してます。女性との出会いがなくて困っている、女性心理がわからなく何をしても空回りしてしまう、彼女やセフレが欲しいけど何から始めていいかわからないなどと悩んでいて、短期間で女性慣れをして彼女を作り、女性やセックスに困らない理想の人生を手に入れたいというのであれば、ぜひこの下の概要欄の方から公式 LINE を追加して登録しておいてください。今後は新しい特典に切り替える予定なので、受け取れなくなる前にぜひ今のうちに受け取っておいてください。また突発的に行っている超有料級のプレゼント企画や、これから配信予定の表では言えない極秘恋愛ノウハウ PDF もこちらの公式LINEからしか告知しないので、もう損したくないって方はこちらの公式 LINE を追加しておいてください。全て完全無料です。そしてその他にも、僕の経歴やコンサル受講生の実績、ブログやメールマガジンでしか話せない超リアルな恋愛ノウハウも僕の公式 LINE から見ることができますので、さらにレベルが高い恋愛スキルを見つけたい人はぜひ公式 LINE を登録しておいてください。無料でも有料級の情報を配信します。ということで今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、コメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。僕が話したことをコメント欄にアウトプットするだけで記憶に定着します。僕の動画を見たら必ずコメント欄にアウトプットするようにしてください。僕も必ず返信させていただきます。次回も役に立つ恋愛スキルを配信してきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。いってらっしゃい。